はい、今から5月27日軍服ロリータ公園で青いのネットチェキを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。まずゆっきー、ありがとうございます。どうですか軍服、めちゃくちゃね、あの2回目の軍服だったんですけど、このね軍服赤が入っててそう可愛いなっていう感じだったんですけど、どうでしたか？なんか落書きもね、超なんか軍服って感じの楽気にしたので、そうそう、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。個人的にね、ちょっと文字とか柄とか、まあ、服はもちろんなんですけどね、そうそう、めちゃくちゃ可愛いの着れたので、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、そして次いきます。七瀬さん、ありがとうございます。どうですか軍服公演、なんか葵が軍服着るイメージって多分あんまりないと思うんですけどなんだろう、葵結構ね私服とかでもなんかそんなになんかかっこいい感じの着なくて、まあ、たまにこれ着るかなみたいな、本当に本当にたまになんで、あのそうなんですよなんかいつも結構ふわふわした感じのね、女の子っぽい感じの服着がちなので、自分でもちょっと新鮮だなと思いつつ楽しい公演でしたまたこれも届くの楽しみにしててください、ありがとう。はい、そして次いきます。カヌちゃん、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです、ありがとう。なんかなりちゃんプロデュースって感じが出てて、本当に軍服公演ね楽しかったです。そう、なんかやっぱりプロデュース公演だから、その人それぞれのねなんか良さが出るじゃないですか。まあ葵さんは結構ね先なんですけどそうそうそう、でもね、なりちゃんのプロデュース公演ならではで軍服着れたので、めっちゃ嬉しかったなと思いました。メイクとかもね、ちょっとなんかいつもより強めな感じとかにしてみたので、また届くの楽しみにしててください、ありがとう。はい、そして次いきます。ゆうちゃん、ありがとうございます。めっちゃびっくりして、青いの買ってくれてるのめっちゃ嬉しくて、ありがとうございます。本当にめっちゃ嬉しかったありがとう。そう、ネット時期ね買ってくれたのめっちゃ嬉しかったんですけど、軍服ね本当にね、なんか個人的にこの形めっちゃ可愛くて、そう、前多分これ東京の時リオちゃんが着てたやつなのかな、そうそうだったと思うんですけど、そうめっちゃ形可愛くて、あとここの何リボンみたいなとこも超可愛くてこの服、そうだからね着れたのめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかいい感じだと思うので届くの楽しみにしてください、ありがとう。はい、そして次いきます。てつさん、ありがとうございます。ちょっと軍服だけど可愛い目のポーズにしましたどっちやねって感じなんだけど、そうそうそう、でもなんか軍服を着た女の子ってなんか無条件に可愛いなと思って、確かにと思って、そうそう、なんか TikTok とかインスタとかで軍服って調べたらね、そうそう、軍服着た女の子とか結構出てくるんですけど、結構可愛くてみんな、そうだからね、軍服ね着れて嬉しかったなって思いました。ここのねやつとかちょっと軍服ならではの落書きしてるので楽しみにしててください、ありがとう。はい、そしてラストかな、いきます。もとき、ありがとうございます。2枚もありがとうございます。1枚目はね結構なんか軍服、ザ軍服みたいな感じのね落書きにしまして、2枚目はですね、まあ見えるかな、見えるかちょっと反転してると思うんですけど、あのねメッセージを書きました。メッセージそう、大好きであれっていうね、ただの願望を書きましたので、はい結構綺麗な字で書けたと思うんですよ。そうそう、だからね、そこも注目していただいてもらえたら嬉しいなと思いますはい、以上で葵のネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクストドゥーン。